江井坂の殺人事件江戸川乱歩前回の続きからですすぐ来るそうですよ明智が息を切って帰ってきたあ、そう私はなんだか口を聞くのも大義になっていた 二人は長い間一言も言わないで顔を見合わせていた間もなく一人の制服の警官が背広の男と連れ立ってやってきた制服の方は後で知ったのだが警警察署の司法主任でもう一人の方はその顔つきや持ち物でもわかるように同じ署に属する警察医だった私たちは司法主任に 最初からの事情を大略説明したそして私はこう付け加えたこの明智君がカフェへ入ってきた時偶然時計を見たのですがちょうど8時半頃でしたからこの少女の格子がしまったのはおそらく8時頃だったと思いますその時は確か中には電灯がついていましたですから少なくとも8時頃には誰か生きた人間が この部屋にいたことは明らかです。司法書人が私たちの陳述を聞き取って、手帳に書き留めている間に、警察医は一応死体の検診を済ませていった。彼は私たちの言葉の途切れるのを待っていった。考察ですね。手でやられたのです。これご覧なさい。この紫色になっているのが指の跡です。 それから、この出血しているのは、爪が当たった箇所ですよ。親指の跡が首の右側についているのを見ると、右手でやったものですね。そうですね。おそらく死後一時間以上は経っていないでしょう。しかし、無論、もう蘇生の見込みはありません。上から押さえつけたのですね。司法書人が考え、考え。 しかしそれにしては抵抗した様子がないがおそらく非常に急激にやったのでしょうねひどい力でそれから彼は私たちの方を向いてこの家の主人はどうしたのだと尋ねただが無論私たちが知っているはずはないそこで明智脇を利かして隣家の時計屋の主人を呼んできた 司法書人と時計屋の問答は大体次のようなものであった。主人はどこへ行ったのかね。ここの主人は毎晩古本の夜店を出しに参りますんで、いつも十二時ごろでなきゃ帰って参りません。へえ。どこへ夜店を出すんだね。よく上野の広工事へ参りますようですが、今晩はどこへ出ましたか。どうも手前にはわかりかねますんで。 へえ「1時間ばかり前に何か物音を聞かなかったかね?」。「物音と申しますと?」。決まっているじゃないかこの女が殺される時の叫び声とか格闘の音とか。別段これという物音を聞きませんようでございましたがそうこうするうちに近所の人たちが聞き伝えて集まってきたのと。 通りがかりのやじまで振りほい屋の表はいっぱいの人だかりになったその中にもう一方の林家の旅屋のおかみさんがいて時計屋に応援したそして彼女も何も物音を聞かなかった旨陳述したこの間近所の人たちは競技の上使いを走らせた様子だったそこへ表に自動車の止まる音がして 数人の人がドヤドヤと入ってきたそれは警察からの急報で駆けつけた裁判所の連中と偶然同時に到着した警警察署長及び当時の名探偵という噂の高かった小林刑事などの一行だった無論これは後になって分かったことだというのは私の友達に一人の司法記者が それがこの事件の係の小林刑事とごく婚姻だったので私は後日彼からいろいろと聞くことができたのだ先着の司法書人はこの人たちの前で今までの模様を説明した私たちも先の陳述をもう一度繰り返さねばならなかった表の戸を閉めましょう。 突然黒いアルパカの上着に白ズボンという下回りの会社員みたいな男が大声で怒鳴ってさっさと通し目出したこれが小林刑事だった彼はこうして矢島を撃退しておいてさて探偵に取り掛かった彼のやり方はいかにも傍若無人で検事や所長などはまるで眼中にない様子だった。 彼は初めから終わりまで一人で活動した他の人たちはただ彼の敏昇な行動を傍観するためにやってきた見物人に過ぎないように見えた彼は第一に死体を調べた首の周りはことに念入りにいじり回していたがこの指の跡には別に特徴がありませんつまり普通の人間が。 右手で押さえつけたという以外に何の手がかりもありませんと検事の方を見ていった次に彼は一度死体を裸体にしてみると言い出したそこで議会の秘密会みたいに傍聴者の私たちは店の前追い出されねばならなかっただからその間にどういう発見があったかよくわからないが察するところ彼らは死人の体に たくさんの生傷のあることに注意したに違いないカフェのウェイトレスの噂していたあれだやがてこの秘密会が解かれたけれど私たちは奥の前入って行くのを遠慮して例の店の間と奥との境の畳敷きのところから奥の方を覗き込んでいった幸いのことには私たちは事件の発見者だったし それにあとから開けつの指紋を取らねばならなかったために最後まで追い出されずに済んだ。というよりは抑留されていたという方が正しいかもしれぬ。しかし小林刑事の活動は奥の間だけに限られていたわけでなく屋内・屋外の広い範囲に渡っていたのだから一つところにじっとしていた私たちにその捜査の模様が分かろうはずがないのだがうまい具合に。 検事が奥の間に陣取っていて、始終ほとんど動かなかったので、刑事が出たり入ったりするごとに、いちいち捜査の結果を報告するのを、漏れなく聞き取ることができた。検事はその報告に基づいて、長所の材料を初期に書き留めさせていった。まず、死体のあった奥の間の捜索が行われたが、遺留品も足跡も、 そのほか探偵の目に触れる何物も,もなかった様子だ。ただ一つのものを除いては。電灯のスイッチに指紋があります。黒いエボナイトのスイッチに何か白い粉をふりかけていた刑事が言った。前後の事情から考えて電灯を消したのは犯人に違いありません。しかしこれをつけたのはあなた方のうちどちらですか。 明智は自分だと答えた。そうですか、後であなたの指紋を取らせてください。この電灯は触らないようにして、このまま取り外して持って行きましょう。それから刑事は2階へ上がって行って、しばらく降りてこなかったが、降りてくるとすぐに路地を調べるのだと言って出て行った。それが10分もかかったろうか、 やがて彼はまだ着いたままの懐中電灯を片手に一人の男を連れて帰ってきた。それは汚れたグレップシャツにカーキ色のズボンという入で立ちで、四重ばかりの汚い男だ。足跡はまるでダメです。刑事が報告した。この裏口のあたりは日当たりが悪いせいかひどいぬかるみで、 下駄の跡がめった無性についているんだから、とてもわかりっこありません。ところで、この男ですが、と、今連れてきた男を指差し、これはこの裏の路地を出たところの角に店を出していたアイスクリーム屋ですが、もし犯人が裏口から逃げたとすれば、路地は一方通行なんですから、必ずこの男の目についたはずです。君、もう一度私の尋ねることに答えてごらん。 「そこでアイスクリーム屋と刑事の問答」「今晩8時前後にこの路地を出入りしたものはないかね?」「一人もありませんので日が暮れてからこっち猫の子一匹通りませんのでアイスクリーム屋はなかなか要領よく答える」「私は長らくここへ店を出させてもらってますがあそこはこの長屋のおかみさんたちも」 何分あの足場の悪いところへ持ってきて真っ暗なんですから君の店のお客でロ路ズの中へ入ったものはないかねそれもございません皆さん私の目の前でアイスクリームを食べてすぐ元の方へお帰りになりましたそれはもう間違いはありません さて、もしこのアイスクリーム屋の証言が信用すべきものだとすると犯人はたとえこの家の裏口から逃げたとしてもその裏口からの唯一の通路である路地は出なかったことになるさればといって表の方から出なかったことも私たちが白売店から見ていたのだから間違いはないでは彼は一体どうしたのであろう小林刑事の考えによれば これは犯人がこの路地を取り巻いている裏表2階の長屋のどこかの家に潜伏しているか、それとも借屋人のうちに犯人があるのかどちらかであろう。最も2階から屋根津台に逃げる道はあるけれど、2階を調べたところによると、表の方の窓は取り付けの格子がはまっていて、少しも動かした様子はないのだし、裏の方の窓だって、 この暑さではどこの家も2階は開けっぱなしで、中には物干しで涼んでいる人もあるくらいだから、ここから逃げるのはちょっと難しいように思われるとこういうのだ。そこで隣権者たちの間にちょっと捜査方針についての協議が開かれたが、結局手分けをして近所を軒並みに調べてみることになった。と言っても裏表の仲屋を合わせて、 軒しかないのだから大して面倒ではないそれと同時に家の中も再度縁の下から天井裏まで残るくまなく調べられたところがその結果は何の得るところもなかったばかりでなくかえって事情を困難にしてしまったように見えたというのは古本屋の一軒を置いて隣の貸子屋の主人が日暮れ自分からつい今し方まで 屋上の物干しへ出て尺八を吹いていたことが分かったか彼は初めから始まいまでちょうど古本屋の二階の窓の出来事を見逃すはずのないような位置に座っていたのだ読者諸君事件はなかなか面白くなってきた犯人はどこから入ってどこから逃げたのか裏口からでもない二階の窓からでもない そして表からではもちろんない彼は最初から存在しなかったのかそれとも煙のように消えてしまったのか不思議はそればかりでない小林刑事が検事の前に連れてきた2人の学生が実に妙なことを申し立てたのだそれは裏側の長屋に間借りしているある工業学校の生徒たちで 二人ともでたらめを言うような男とも見えぬがそれにもかかわらず彼らの陳述は「この事件をますます不可解にするような性質のものだったのである」。検事の質問に対して彼らは大体さのように答えた「僕はちょうど8時頃にこの古本屋の前に立ってそこの台にある雑誌を開いて見ていたんです」。 すると奥の方でなんだか物音がしたもんですから、ふと目を上げてこの障子の本を見ますと、障子は閉まっていましたけれど、この格子のようになったところが空いていましたので、その隙間に一人の男の立っているのが見えました。しかし、私が目を上げるのとその男がこの格子を閉めるのとほとんど同時でしたから、詳しいことは無論んわかりませんが、でも帯の具合で男だったことは確かです。 で、男だったというほかに何か気づいた点はありませんか。背格好とか着物の柄とか。見えたのは腰から下ですから、背格好はちょっとわかりませんが、着物は黒いものでした。ひょっとしたら細い縞かかすりであったかもしれませんけれど、私の目には黒無地に見えました。僕もこの友達と一緒に本を見ていたんです。 ともう一方の学生そして同じように物音に気づいて同じように格子の閉まるのを見ましたですがその男は確かに白い着物を着ていました縞も模様もない真っ白な着物ですそれは変ではありませんか君たちのうちどちらかが間違いでなけりゃ決して間違いではありません僕も嘘は言いません この2人の学生の不思議な陳述は何を意味するか鋭敏な読者はおそらくあることに気づかれたであろう。実は私もそれに気づいたのだ。しかし裁判所や警察の人たちはこの点についてあまり深く考えない様子だった。